皆さんこんにちは、ペソでございます。ファイアエンブレム紋章の謎を続きやっていきたいと思います。第2部の8章、ソウルフルブリッジというシナリオに入りますね。ラーマン神殿を取り返したのもつかの間、マルスたちはアカネイア軍の追撃を恐れてカシミア海峡へと脱出した。だがようやく中央の島にたどり着いたアリティア軍を新たな敵が襲う。アカネイガ軍が北より接近、このままでは包囲されます。絶体絶命、マルスたちはこの危機を果たして無事に切り抜けられるのだろうかということですね。ということは強撃のシナリオなんですね。はあはあはあ、なるほど。上と下にね、アイテム整理ね、違うアイテムをもらうだね。さんがキャンサー持ってんのか。これからはね、ジュリアンさんもそろそろ鍛えていかないと厳しいんだけれど、大熊さんの勇者をちょっとね完璧に仕上げたいんで、しばらく持たしときたいですね。で、あとはまあまあいけるメンバーかな。ライアンさんは7だけども、一応ちょっと秘伝の書店、あー、わざわざ上がんのか。あれ、あ、そうか、騎士勲章もう一個あったんだ。さんをもうパラディンにあげちゃってもいいんかな。あ、でもそうしようか。違う、道具系。ああ、銀のやるじゃないじゃん。鋼のやるね。
で、ごめんなさい、7番目に、足も速い、そうか、ナバールとフィーナさんはやっぱり連れていきたいんで、誰を2軍に落とすか。マリシアさんかな、やっぱり。こういうことだね。カインさんだ。マール掃除ご無事でしたか。カイン、君こそ大丈夫なのか。ええ、なんとか敵を振り切って逃げてきました。しかし奴らはもう橋の北端にまで迫っております。もう大丈夫だよ、僕たちが撃破してみせる。いえ、それはダメです。ハーディンは不思議な力に守られていて手出しができないのです。とにかく今は戦っても勝ち目はありません。北西の砦から船で対岸のカダイン砂漠へお逃げください。OG、南の傭兵隊も間もなく動き出すでしょう。確かにここは戦う時ではありません。カインのモーストーリー、とりあえずカダイン砂漠へ逃れましょうと。あとはのことはそれから。そうか、悔しいけど仕方ない。全軍北西の砦で急げ。また下流石ね。マルスさんがね、今ここの裏に行きたいからなんですよね。で、
ああ、そうか、アーマーキラー持ってんのか。うん、じゃあ、前線にですね。やりか、あーしまったな、ジュリアンさんやられちゃうかも。さあこれで、次ですね、上から迫ってくるのをどうしのげるかですよね。左のパラディンだからまあまあいけるのか、 55% だしね。もう一丁、何歩上？2つ上か。だからもう1個上3つ上に行けばここだね。
手ありとはいえどね。よいしょー、ガキ。いいんだ。ああそういうことか。やっつけられないんですよね。さあどう動いてくるか。まあ悪魔に魂を打ったねハーディンさんが。抑えた勝てるなとか。押し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 切れればいい。耐えてくれた。はい、ではね、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なぜかというとね、6ターンぐらいで終わらせないといけないんでね、3ターン目に入りますんでここですいません終わります。ありがとうございました。それではさよなら。